たくみくん、ちょっといい？どうしましたか？ちょっと、たけるのことで相談したいんだけど、いいかな？大丈夫ですけど、兄貴がどうかしましたか？うん、なんかたけるね、浮気してるみたいなの。兄貴がですか？そう、最近帰り遅いし、遊びとかも連れてってくれないし、なんか冷たくなった。兄貴浮気する度胸ないでしょ。でもなんか怪しいの。なんか証拠とかあったりするんですか？スマホとかずっと話さず持ち歩くのとか怪しくない？兄貴結婚前からスマホ中毒だからあんまりわかんないっす。スマホ見ながらニヤニヤしてるし、間違いなく浮気してると思う。兄貴には聞いてみましたか？聞けないよ。本当に浮気してたら立ち直れないもん。そうですね。もう少し様子を見るとか、更新所に頼むのもありなんじゃないですか？やっぱりそこまでしなきゃダメかな。ちなみに兄貴今どこにいるんですか？まだ寝てる。昨日夜遅かったみたいだから。スマホとか見てみたらいいじゃないですか。ロックかかってる。指紋とかでいけませんか？ちょっと待ってね。いけた、見れたよ。浮気してましたか？何もない。あ、けど多分隠してるんじゃないかなって思う。何も出てこなかったんなら何もないと思いますよ。でも本当に怪しいんだよね。大丈夫ですよ、きっと。兄貴ならそんなことしないっすから。たくみくん優しいよね。ありがとう。なんだかたくみくん相談しやすいよね。そんなことないですよ。もしよかったら今度ご飯でも行かない？いいっすよ。兄貴の休みの日とかですか？たくみくんと二人で行きたいな。二人ですか？ダメかな？いや、ダメじゃないっすけど、兄貴にはなんて言うんですか？ご飯くらい別に伝えなくてもいいよ。家族なんだし。それは勘弁してください。どうして？前、同じようにご飯誘われた時のこと覚えてます？言ったのは覚えてるけど、何があったかは覚えてない。同じように誘われて、ちょっとお酒飲んだ後にいろいろあったって言いましたよね。ごめん、覚えてなくて。酔ってたからかもしれないですけど、俺に告白してきたんですよ。そうなの？でも、たくみくんかっこいいし、しょうがない気もするかな。それってまずくないですか？次はそんなことしないから大丈夫。いや、浮気の相談受けた後こんな誘いされるのはさすがに乗れないっす。昼間ならお酒飲まないし大丈夫でしょ？どこで食べるんですか？たくみくんの家に行くよ。一人暮らしだから私が何か作ってあげる。いや、それはやめておきます。遠慮しないで。コンビニのご飯とかばっかりでしょ？たまには栄養あるもの食べないと。いや、遠慮とかじゃなくて本当にいいです。どうして？そこまでしてもらう理由もないですし、相談なら LINE とか電話でもできますよね。なら電話してもいい？ LINE だけでお願いします。なんか警戒してる？はい。何もしないよ。そう言って前も襲われたんで。あの時は酔ってたからだよ。すみません、もう LINE しないでもらえますか？なんでそんなこと言うの？お姉さん、ちょっと怖いっす。なんでそういうこと言うの？さすがに変ですよ。何が変なの？浮気の相談って本当なんですか？本当だよ。なんで俺にするんですか？姉貴でもよくないですか？男の人の気持ちは男の人の方がわかるかなって。いや、わかんないですから。 LINE しないとか無理なんだけど。なんですか？たくみくんと LINE できないのは寂しい。ならこの LINE 兄貴に見せてもいいならいいですよ。そんなことされたら怒られる。なんでですか？浮気の相談してるからだよ。なら
姉貴ならいいですよね。それもやめてほしい。たくみくんにだから相談してるから。すいません、やっぱり無理っす。 LINE だけは続けてもいい？すみません、ブロックします。何かあったら兄貴経由で連絡ください。